こんにちは。一般社団法人インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。皆さんは電車やバスで、ね、傘を引っ掛けておいて置き忘れたことありませんか？そんな傘の置き忘れに大活躍なのがこちらのクラフト用ワイヤーです。このワイヤーは、日本河川さんの自由自在の6ミリを1メートルで切りまして、両端にね、こう専用の目立たないハーフキャップというものをつけています。じゃこちらをですね、伸ばしまして、ワイヤーの3分の1ぐらいのところをね、傘に当てますね。まずね、一巻きします。くるくるっとね、短い方を巻いていきますね。ね、はい、そしたらこちらをね、傘を回しながら、今が見えますかね、傘を回しながらくるくるくるね、巻いていきます。このクラフト用のワイヤーは太いんですけれども柔らかいですので、女性の方でも簡単に巻くことができます。そして普通ね、ワイヤーって言うと曲げ直しが効かないイメージがあると思いますけれども、ね、何度でも巻き伸ばすことができます。そしてバスとか電車に乗りましたら、これをね、ワイヤーを伸ばします。伸ばしてワイヤーを持っていると、なんと傘が自立します。なので電車の中でね、こううちらうちらうたた寝をしてハッと目が覚めても、絶対に忘れずに持ち帰ることができます。雨が止んだらこんな風にちょっとね、バッグに引っ掛けておくと手ぶらでお出かけすることができます。ぜひお試しください。